演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、ファーストキッチンのモーニングセット、いろいろ食べたいと思います。はい、こちらがピーチティーで、なんか今日撮影日は5月25日なんですけど、なんか昨日からモーニングセットがホームページに載ってたんですけど、コッペパンのサンドイッチからこのマフィンのサンドみたいな、マフィンバーガーみたいなのが変わったみたいですね。と言ってもその以前のやつを食べたことはない。そもそもお店ができたのは2週間前。あ、その時の動画はこちらからお願いしますね。で、なので、まあね、食べたのは食べれなかったんですが、まあ、前のやつも食べてみたかったなと思いつつ、いろいろやってきました。これなんだっけな、なんかパンケーキみたいな、みんな名前忘れた。まあ、いや、これが、多分これが、そのブレックシンプルなハンバーガーのやつですね。あとフライドポテト、ここにちょっとハッシュドポテトがあって、ベーコンエッグとかいろいろありますが、とりあえず食べていきたいと思います。まずこれです。ここのやっぱり触った感じはマフィンみたいな感じで、普通のハンバーガーのバンズとは違いますね。ではいただきます。朝だけやってちょっとさっぱり系ですね。物足りなさもあるかな。はい、この辺りで一回ポテト、ハッシュドポテトの方を挟みたいと思います。これも表面サクサクして美味しそうですね。あ、おっと、ではいただきます。全体的に目玉焼きが強い印象ですね。ハッシュドポテトもサクッとはしてますが、もうちょっと欲しいな。はい、続きましてはフライドポテト。マクドナルドのモーニングだとフライドポテトないはずなんですけど、今はあるのかな。も自分は調子がないんじゃないですか。おっ、はい、ファーストキッチンではあるんですね。こういうあたりで差別化を図ってるってことなのかな。ではいただきます。塩気はピリピリきますね。ホクホクとした食感もやっぱり美味しいです。だけど、最後はこちら、鈴カステラみたいな感じですけど、ポッフェルチェという名前でした。では、やっぱり鈴カステラというか、鈴パンケーキというか、はい、パンケーキというか、そんな形ですね。では、おっと、シロップかなんか変わってるのかな、ちょっと表面にテカリが見えますね。では、いただきます。今回のメニューの中で、これが一番いいですね。やっぱり甘いの好きなのかな。上はシロップではなく、バターでした。今回は朝食ということで、基本的にあのベーコン、目玉焼きが入っているものが多かったですね。で、パンがすぐにそれです共通なので、まずそれをついて解説すると、やっぱり触った感じはマフィンみたいな弾力のある生地で、いつものハンバーガーに連想するのでちょっと固めのバンズとはまた違いましたね。もっちりしていた食感で中の具材とよく合っていました。そしてベーコンの目玉焼きは、目玉焼きは黄身のうますみや口の中にふらっと広がって美味しかったですが、ちょっとベーコンがちょっと行方不明になっている感がありましたね。種類を問わず、もうちょっとベーコンが主張しても良かったかなと思います。まずこれが共通する部分の評価で、その上でその共通ではないブレックファーストサンドは、噛んだ瞬間にマフィンでハンバーガーを食べている感覚になりましたね。ただ前回ウェンディーズ、ファーストキッチンウェンディーズを食べた時に感じた肉肉しさはちょっと控えめで、朝用にさっぱりさせてるのかなと思います。なのでハンバーガーの肉肉しさを求めて買うとちょっと物足りないかもしれません。ちょっとこれ見えてるしっていうわけで、というわけでちょっと物足りない部分がありましたので、こちらの点数とさせていただきます。そして残る3つ、まずベーコンエッグサンドは先ほどやった共通点だけで構成されたハンバーガーですね。噛んだ瞬間に目玉焼きの旨みが口の中でバッと広がっています。自分は目玉焼きは半熟の方が好きなんですが、やっぱり半熟の方が難しいのは固めですね。でもそれでもプルンとした食感が感じられて美味しかったです。ただ先ほども言ったように繰り返しになりますが、ベーコンがもうちょっと物足りないかなと思う部分がありましたので、ちょっと物足りなさがあるということで、こちらの点数をさせていただきます。そこにさらにトマトが入った BLT サンドは、トマトの酸味が背中にじわっと広がってきて、黄身と卵の旨味とうまく混ぜてとっても美味しかったです。なのでこちらの点数をさせていただきます。そしてチーズサンド、これは全体的にチーズが勝っていますね。チェダーチーズの濃厚さが口の中に広がってきて美味しいのですが、これで目玉焼きもちょっと存在感が霞んでしまいましたので、これももうちょっとチーズが主張しすぎかなということで、こちらの点数とさせていただきます。まあ美味しくはあるんですけどね。そして
ハッシュドポテトは、まあ、サクサクとはしていたのですが、やっぱり店舗で揚げたてだったのでカリカリしていたのかもしれませんが、もうちょっとカリカリ感が感じたかったかなということで、こちらのテイストですけどね、中のジャガイモの程よい食感はとても良かったですね。そしてフレンチフライポテト、こちらは割と塩気の効いた感じで、口の中でホクッとしたあのジャガイモの食感とともにその塩気がくだっと広がってきて、シンプルな美味しさを感じられて良かったです。フレーバーポテトもあるので、これは基本だと考えるともうちょっとストップパンチ欲しいなという部分もあるんですが、まあ後でフレーバーを足すのでこういった部分もあるのかなとも思いました。というわけでこちらの点数とさせます。そして最後に食べたポッフェルチェ、これシロップかなと思ってた部分、実はバターだったんですね。溶けたバターがうまいことかかっていて、ふんわりとしたカステラみたいな生地にそのバターの香りがうまく調和されてコーティングされていて、とっても美味しかった。下の方に溶けた部分が溜まっていて、それもまたコーティングできたのも良かったですね。個人的にはなんかハンバーガーメインのお店なんだけど、これが一番今回一番気に入れましたね。もっと大きなサイズでも食べてみたいと思いますような商品でしたので、こちらのテイストとさせていただきます。朝から結構派手にやりましたねと自分でも思いつつ、本当に美味しかった、ごちそうさまでした。それでは、ひまわりをロックンロールさせてみて、どんなひまわりなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただければ、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。塩分 DM。